カップ2019ご来場誠にありがとうございます。ただいまより優勝選手の選奨会を行わせていただきます。大変長らくお待たせいたしました。優勝戦に出場する8選手の入場です。大きな拍手をお願いいたします。この選奨会に花を添えてくれるのは今日でセカンドシーズン卒業となるキラッツの皆さんでございます。今回で4回目を迎えるレジェンドカップですけれども、過去3回は最初に勝ったのが池田選手でしたね。2回目が浦田選手、そして昨年が松尾選手と、いずれも外来勢の優勝と大会になっています。まだ地元勢の優勝はありません。ぜひ、キラッツの皆さんもね、当然自分の番下の選手に優勝してほしいですけれども、心の中では地元の選手に持っているはずでございます。地元選手の優勝になるのかどうか、どうぞ優勝戦ご期待いただきたいと思います。さあ、縦に分かれまして優勝戦のメンバーが登場となりました。激闘の準決勝戦を勝ち上がりました8選手がこのステージに登場ということになりました。皆様大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。G2 レジェンドカップ20198選手が登場しました。皆さん大きな拍手をお願いします。それではですね、これから選手お名前を、1人ずつご紹介していきたいと思います。選手の皆さんの一言をいただこうと思っております。マイクの準備はよろしいでしょうか。マイクの準備はよろしいでしょうか。はい、今準備をしておりますね。少々お待ちください。たくさんのファンの皆さんに今日は、お越しいただきましたので、選手の皆さんにも力強く大きな声で一言ずついただきたいと思います。選手の名前を言い終わりましたら前に出て一言お願いします。それではご紹介しましょう。1号車26期クインテットの急先鋒、伊勢崎26期桜井春道。こんにちは。今日もスタートを集中して一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。大きな拍手お願いします。2号車シリーズ最年少、その若さで2度目のタイトルへ、伊勢崎26期内山隆秀。こんにちは。いいスタートを切って優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。頑張っていただきましょう。3号車あの G2 グランプリから12年、今度こそタイトルを、川口24期佐藤雄二。頑張ります。応援してください。速報を見せてもらいましょう。4号車2年連続のファイナリスト、スタートから猛チャージ、飯塚26期篠原敦志。こんにちは、頑張ります。ジャイアンツ頑張るという声援もありがとうございます。5号車距離が伸びている高バス決定力、いざ連覇へ、山陽26期松尾博文。こんにちは、精一杯追い込みます。応援してください。続いて6号車26期の総大将、伊勢崎ではここ一番で離れ技を演じます、浜松26期木村武史。皆さんこんにちは。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。思い出の走路です。では7号車走るレジェンド、ただこの大会に関しては今年こそ留飲を下げたい、伊勢崎22期高橋光。ご来場ありがとうございます。この大会、準優勝が続いていますので、今日は優勝するように頑張ります。応援よろしくお願いします。今年こそ期待が高まります。そして8号車100V という大台へ加速度を上げます、
川口25期永井大輔。本日もご来場ありがとうございます。予選のうちはダメでしたが、今整備たくさんしてこれから練習していい状態で挑めるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。8号車の永井大輔選手です。この8人によりまして優勝戦が行われます。もう一度大きな拍手をお願いします。それでは8選手の退場です。健闘を期待し大きな拍手でお見送りください。選手退場です。大きな声が飛んでおります。いや、いろんな声が飛んでおりましたけれども、レジェンドカップ今年のファイナリスト8選手登場となりました。今日は最高のお天気にもなりましたから、ぜひ優勝戦そしてその後の表彰式まで残っていただきたいと思います。この大会は今回4回目ということになりましたが、最初が池田選手、2度目が上田選手と23期が連覇しました。そして昨年は松尾博選手26期の優勝、そして今年はなんとその26期がなんと5選手も優勝戦で今日取れるということになりましたので、26期が今度は連覇するのか、松尾選手自身はこの大会に連覇をかかるということになります。そこに地元勢が連覇してバットをかけることができるのかもご注目いただきたいと思います。昨日は強風のコンディションでしたが、今日は風も強くなりましたね。本日最高の観戦日和となっております。優勝戦どんなドラマが待っているのか、どうぞご覧いただきましょう。以上をもちまして、サッケースポーツ最近レジェンドカップ2019優勝戦出場戦紹介を終了とさせていただきます。優勝戦にどうぞご期待ください。ありがとうございました。皆さんにも拍手お願いします。今日はこの後、ちづるさんの予想会がありましたり、あとはクラス皆さんの卒業式もこちらのステージで行われますのでね、ぜひ、こちらにお集まりいただきたいと思います。もちろん、優勝者表彰もこちらで行われますので、最後までぜひお守りください。ありがとうございました。